さから目覚めてるか、嘘でも目覚めたの29分びっくりした自分も。一回さ25分に起きてさ、20分に起きて、ね、あと5分寝ようと思ったら29分って出て、え29分って思って、やばいと思って、だから今寝起き1分くらい、うん、1分とか2分くらいでそれまではもう寝てました。そう、眠いね、はよ。これでいいや、ここまで。もうが好き、もうが好き。おはよう。おはよう。いやー寝起き1分で配信は、いや前からしとるわ前もそんな感じやった気がする。なんかいつもね1分前とか2分前にパッて起きて配信って起きるよね。泣き迎えありがとう。なんでここか、そうめっちゃリリリリせえ、そんなに寝れてない。え、うん、今日なんか本当はもうちょっと寝れる予定だったのに、ちょっと3時間ぐらいしか寝て、朝ごはんのやつせっかくだからパパッと食べに行こうかなって悩んでる。まだ目が赤い、ちょっとだけ。起きたて、少し手遅れた。おはん、外に食べに行かない、あのホテルにのみたいのになんかついてるご飯みたいなやつやの話よ。この間だいぶ治ってきたかも。まだ痛いけど、きたてほやほや。ほんとよ、ほんとこんなに1分とかでやっとる子おるんかなうん、本当におはよう状態。モーニングコール、そうや、モーニングコールっていう存在がいることを忘れてたよ。おはよう。か寝た時間は3時間とかなんだけど、ちゃんと起きてるかも。寝起きな気がする。寝起きのもいるのか。
もう3時間。そう。でも、もう寝れたんだけど、なんかね、今すぐ追加になった。いや、あとちょっと30分ぐらい寝れないことはないけど、寝たら多分もう 永遠に。の配信からすごいギャップ激しくない？二度寝の悲劇。そう、もう二度寝、結構ちゃんとアラームは起きるんやけど、二度寝が一番ももに。あ、アラーム鳴って止まっちゃったかもし。全部消せてなかったかな。おはよう。はよ。おはよう。口と声ずれてる。今多分いや、今訪れてる？嘘。今訪れてますか。久しぶりの寝起き。そうだよね、めっちゃ久しぶりな気がします。本当に。え、ずれまくってる。一回じゃ一瞬止めるね。それでちょっと一回直します。今どうでしょうか。治りましたでしょうか。治りましたでしょうか。あ、治りました？よかった。大丈夫？治りました、よかったです。グッジョブグッジョブ、よかった。アラームもさっき消してきた。多分もうないはずなんだけど、また鳴っちゃったらごめん。多分大丈夫。午後から出勤なので、今からの飛行機の大変国道さん。くしゃみしそうだ。眠そう。なんかね、あのね、おはようって言葉は出てくるけど、そっからおはようってずっと言っちゃう。頭回ってなくて。眉毛どこ？眉毛あるよ。眉毛ちゃんとあるよ。眉毛剃って、そんな、その、全然剃ったりしてないのに薄いんですよ。あるから、ちゃんと。ちゃんとありますよ、皆さん。ギャル眉毛じゃなくてもか、そのままです、これが。何もっていうか、形しか揃えてないですね、ももかは。薄すぎて、これ以上少なくしたら大変になってしまう。配信焼きちょっと薄く見えた。多分おはよう、おはよう。機械確認できますか。よかった。最近自分の眉毛の薄さってすごい薄いんだなって最近より思ったんですよ。
にゃん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 、おはよう。みんなが好き、みんなが好き。大熊さん、かわいい、ありがとう。エビ様さん、お疲れ、ありがとう。コウジさん、かわいい、ありがとう。トシさん、バラ、ありがとう。ひなっぴさん、ハタ、ありがとう。のっぴあのまっぴーさん、かわいい、ありがとう。コウジさん、結婚して、ありがとう。とね、ラガンさん、かわいい、ありがとう。ゼタンさん、かわいい、ありがとう。コペットマックさん、とってありがとう。エイトさん、これは、ラブレター、ありがとう。あとからもチャレンジしやすい。よかった。おちゃん、上野店さん、スイパだね。行きたいけど、東京の行けるかな。広島もまだ行けるかわかん、あの、そのイベント以外では、もうの、もうのやんちゃんとのイベント以外ではまだ行けるかわかんなくて、ぼやどのせいじゃん頭回ってないのバレてる、隠してるんだけど、バレた？東京も行きたいけど、スイーツ食べられるの？でもコラボの時に行ったら、コラボメニュー食べたらもうあんまりスイーツ食べれんかも。そうから、いっぱいは食べれん自分は。熱唱お腹いっぱいね、なっちゃうね。コラボメニュー食べとったら。おはよう。迷ってる？ぜひ行ってよ。ケーキ全然食べないんだけど。そうだよね、普通に。だってコラボメニューが料理みたいな、普通にお店とかのみたいな感じのメニューやけん、そこから結構いっぱいっていうのはなかなかね。他のメンバーついては結構、そうだね、結構桃が好き、桃が好き。リボンさん、かわいい、ありがとう。ゼタンさん、バラ、ありがとう。ひなぴさん、あたありがとう。コジさん、あたありがとう。みーちゃんの家ちっちゃいか、もう家ちっちゃいんかな。なんかよくわかんないのよね、自分の家。ちょっと見てみたい、自分の家自分の家もうちっちゃいんかな。一応9日か、ごめん、この間上の辺店の方に行く。お、いいね。他の仲間と一緒に行った時、その人がコラボ以外にカレーをたくさん、お、すごいいいですね。いっぱいレントゲン、そう、レントゲン撮ったことないのですよ。え、ある、ないよね、多分ないんですよ、多分久しぶりにちゃんと見れました。今日も可愛いですね、ありがとう。3日間友達とディズニー、めっちゃいいじゃん。3日間すごい、
おはまも。もーちゃんのイケメン、え、やだ、みんなに見られるのは恥ずかしい。そう、健康診断をまだしたことがないから、そう、健康診断で自分の胃を見る、多分ことになる。でも胃って大きさ違うんかな、人によって。あの、私の想像してる胃って、あの友達コレクションの、あのなんかお腹空いてる時に押したら見える、あのお腹の中、あんな感じかな。うん、8時まで配信する。おはよう。出かけるの、いってらっしゃい。形は変わらないと思う。大きさは変わるのか。そうなのか、気になるな自分。でも多分あんまり大きくないんだろうな。なんかさ、最近の悩みはなんかあんま食べないようにしてるとかじゃなくて、一回で食べる量がそんな多くなくて、そう、多くないから、あのたまにご飯屋さんで出てくる量が多くて、あのその時にもよるんだけど、会社が近づいてきた。お、いってらっしゃい。それをもう頑張って食べるのが大変なのがすごい最近の悩み。めっちゃ最近の悩みなの。どうしようと思って、その一人前を頼んだら結構多い、まあ親切なんですよ、親切に多いとこもあるじゃないですか、ご飯とかいろいろ。でも結構どうしようってなったりとか、そう。そう、なんか食べないようにしてるとかじゃなくて、食べれる時もあるんだけど、もちろんももが一気に食べれんのに、ニンニクマンの時は何やったっけ、結構頑張って口に入れたかもしれない。それでも多分そんなに貢献っていうか、食べてる量で言ったら一番少なかったかもしれんけど、それでも桃の中では頑張っとったかもしれん。だからそう、結構お仕事の中で大食いとかあった時に、なんか私の中では頑張っとってもあんま食べてないっていう感じに見えちゃうから、そう、申し訳ないプラスどうしようみたいな。どうしようってなってる。よく、あんまり大食い企画ないけどね、ももは。でもももはほんと2時間おきぐらいにお腹減るから。そのお腹はすぐ空いちゃうんだけどね、ペコペコだよ。
学校の給食、え、それがなぜかさ、あ、聞いてほしいんですね。本当に本当によくわかんないけど、なんか勉強するとお腹空くんですよ。もう本当にわかんないよね。もうよくわかんないんですけど、あのレッスンをするときと、あとあの勉強するときだけ本当にお腹空いちゃって、給食は結構大丈夫だったかも。もともとあんま食べれんなって思う日は、あのなんだっけ、もともとそう、私集中するとお腹すごい減っちゃって、まあそれでもすごい食べれるわけじゃないけど、でもももってね、お昼ぐらいまでね、お昼っていうか2時、お昼の3時ぐらいまで動かなかったらお腹すかないの。お腹すくけど食べなくても大丈夫なの。でも勉強とか動いた瞬間に、あ、お腹すいたってめっちゃなるの。かももかはね、ちゃんとね、朝から動いた方がいいんです、健康を考えると。そう、でも給食のパンがに、あの食べきるの苦手で、パンのなんでだろうね、パンがどうしてもそんな得意じゃなくて、あの何にも味っていうか、おかずとか何もないパンって普通のコッペパンみたいなやつがあんまり得意ではなかったから、パンの日はちょっと大変だった。正直ご飯はそんな大変じゃないけど、そう、絶妙に大きい、そうそうなんですよ。なんかそう、おはようございます、おはよう。パンがね、結構ね、大食いっていうか、ご飯好きな子にあげたりする感じだったかな。あれパン以外は苦手だ。そう、なかなかね、あれパン食べ、実はあれパンを食べたことがなくて、すごい給食といったらあれパンって感じなのに、私は食べたことがないんよ。なんでだろう、なんで出なかったんかな。レーズンパンか、そう、苦手な子もおるよね、レーズンパンは。私はなんかなぜか パンになんか慣れたかな。でもだいたい味がないやつが分かったか。レパン、僕らの地域はお米ばかりでした。パンは年に数回、私からしたら結構嬉しいな。年に数回はでもちょっと少ないか。58分、そろそろ読んでいきますね、皆さん。今日も元気にいっぱいご飯を食べて応援しておりますよ。はい、くにさん、お
星ありがとう。桃太郎侍さん、かわいいありがとう。リッチさん、かわいいありがとう。ぐんぐんぐしさん、かわいいありがとう。ふくまさん、かわいいありがとう。エビ様さん、ファイトありがとう。ゼロさん、星ありがとう。13位のふみあとまくふふさん、ありがとう。12位ののりさとまくけめパスタさん、ありがとう。11位のみゆちゃん、ありがとう。10位のひのっぴさん、ありがとう。9位のちりぽんさん、ありがとう。ぽやもも好き好き好きは恥ずかしい、まだ見に来て、ありがとう。8位のゼロさん、ありがとう。7位のドラゴンさん、ありがとう。ぽやももの可愛さにニコニコ止まらない、大好き、ありがとう。6位のモークマさん、ありがとう。5位のコウジさん、ありがとう。寝てないのに朝から配信ありがとう。来ててもかい、ありがとう。大丈夫、寝れとるよ。4位の高木さん、ありがとう。3位の幻さん、ありがとう。2位のトシさん、ありがとう。ってもう私朝マック食べてから仕事始める、いいじゃん、美味しそう、頑張ってね。1位のゼタンさん、ありがとう。月曜日の朝から可愛い、ありがとう。嬉しい、起きたてなのにありがとう。朝配信めっちゃ久しぶりでしたが、ありがとうございました。もうどれぐらいぶりだ。みんなの応援隊ができてたら嬉しいですが、ぽやももしか買ったら嘘、恥ずかしい。今日も一日応援してるから、とっても月曜日頑張ろう。では皆さん、いってらっしゃい。ぽやももでした。バイバイ。今日も応援してるよ。バイバイ。またね。バイバイ、いってらっしゃい。